出て行ったりとか、まあ、ペナルティーエリアの中で仕事ができるようにするにはどうすればいいかっていう部分であったりとか、まあ、ゆうとくんがなるべく高い位置で、プレーできるようにとか、そういう部分は、まあ、前の試合からも、まあ、改善できた、まあ、今日は一つのポイントかなとは思ったんで、まあ、まあそういう部分も、まあ